アーロム・バルディリス、アーロム・ウィルフレッド・バルディリス、ペレス、エローム・ウィルフレッド・ボールド・イリス・ペレス。1983年1月5日帯は、ベネズエラ・カラカス出身のプロ野球選手、内野手、外野手、右投げ右打ち。阪神タイガース時代の愛称は、ヒロシ、ヒロシ。以降は、エビー、バル、バルちゃん、バルさん、詳細口術と呼ばれていた。祖父は、 コロンビアのプロ野球リーグの選手で、野球好きな父の影響で4歳から野球を始めた。サンフランシスコでサレスダカを経てに、ニューヨークメッツとマイナー契約し、ルーキーリーグのベネズエラサマーリーグでプレーするが、は、怪我でシーズンを棒に振った。2は、A 級ブルックリンサイクロンズに、途中からは A 級ビンガムトンメッツに昇格。ニューエーバーを経て、 テキサス・レンジャーズに移籍し、AAAA AA 級でプレーは、ニューヨーク・ヤンキース参加の AA 級、トレントン・サンダーに所属。同年9月には、ヤンキースの40人ロースターに名を連ねた。守備面で評価され、内野4ポジションは、すべてこなしていた。マイナーリーグ時代に、先輩から、日本野球のレベルの高さを聞いて、興味を持ったことで代理人に、 日本行きの希望を伝えており、2008年2月に来日、阪神タイガースの春季キャンプにアルビス・オヘイダと共にテスト生として参加。紅白戦で敵地打を放った打撃や軽快な内野守備が認められ、育成選手として阪神と契約した。この時の背番号は121。入団初年度のは育成選手という関係で二軍スタートだったが、四月までに ウエスタンリーグトップの5本塁打を放つなど活躍。少しでも一軍昇格の可能性を上げるために、一塁手や右翼手の練習もしていた。5月2日に支配下登録され、背番号も50人変更となった。翌日に出場選手登録され、同日の対中日ドラゴンズ戦に9回、表虫満塁の場面で代打として出場し、高橋里志文から支給を受けて、 押し出しによる初打席初打点を記録。内野守備、特に三塁の守備力は秀逸で守備固めとして起用されることもあったが、荒削りな打撃面では課題が残った。ワニ軍スタートとなり、不審のケビンメンチと入れ替わりで4月22日に出場選手登録されたが、12打数無安打で4月29日に2軍落ちした。7月5日に、 赤星のリヒの登録抹消により入れ替わりで再び一軍に昇格。一番右翼手でシーズン初スタメン出場し、球団として2年ぶりとなる先頭打者本塁打を放って勝利に貢献した。このシーズンは本来のポジションである三塁に荒井貴広が定着していたことから、一軍の公式戦では一番右翼手で2試合、一番二塁手で1試合にそれぞれスタメンで出場した。 結局この年は1軍で29打数3安打、打率。103と目立った活躍は上げられなかったものの、ウエスタンリーグでは打率。358で、首位打者を獲得。また、安打数も93で、リーグトップであったが、打撃面と1軍での成績に不安定さがあった、ことから11月6日に、戦力外通告を受けた。複数球団から入団のオファーを受けたが、 日本で初めてプレーした岡田監督の下でプレーしたいというリデオリックスに入団した。シーズン当初はグレクラロッカの守備固めでの出場が多かった。だが5月5日の対福岡ソフトバンクホークス戦ではダイソーでの途中出場ながら延長戦で2アンダを放つとそこから15試合連続アンダを記録。 5月8日9日の対チバロッテマリーンズ戦では2試合連続本塁打を放ち、9日の試合では4安打3打点の活躍で、移籍後初のお立ち台に上がった。以後、故障をしながらの強行出場で打撃の調子が落ち気味だったら6下に変わり、スタメンで出場するようになった。5月22日の対阪神戦では、鶴直人から決勝本塁打を放ち、 古巣を見返す働きを見せた。連続試合安打がストップした5月29日の対東京ヤクルトスワローズ戦で、スイングした際に、左中指新近剣を脱球したが、6月10日の対、読売ジャイアンツ戦で復帰すると、8回裏に決勝打を放ち、チームの交流戦優勝を引き寄せる勝利となった。以後も、勝負強い打撃と、軽快な守備で三塁手のレギュラーとして活躍した。 打順はもっぱら6.7番を担ったが、坂口智隆が2軍降格した際は1番として3試合、福岡ドームでの対ソフトバンク戦では、相手の先発が和田武史など、左投手の時は2番として4試合出場した。結局、規定打席にはわずか12打席及ばなかったものの、118試合に出場して打率。百一点一四本塁が五十打点の好成績を収め、 守備面でも100試合以上守備についた三塁一種の中では最小の7失策と安した守備を披露した。はこの年新たに加入したマイク・ヘスマンとの三塁で争いを制してソフトバンクとの開幕戦では7番三塁でスタメン出場8回裏に和田武史から2011年チーム初本塁打初打点となるソロ本塁打放った。さらに5月4日の対北海道 日本ハームファイターズ戦では、武田勝から先制の決勝点を挙げるなど、シーズン序盤は、チーム打率が2割を切る、不振の中で、唯一打率3割台をキープしていた。しかし、交流戦直前に、自身も、また打撃不振に陥り、5月22日に二軍落ちを、命じられる。6月1日の第横浜戦で再登録されると、その後は徐々に調子を取り戻す。さらに、 北川博都氏の戦線離脱により固定できずにいた5番打者に、後半戦から定着、9月13日のタイ北楽天ゴールデンイーグルス戦では、延長10回裏に、青山浩二から、来日4年目で、初のさよなら本塁打を放った。この日は、祖国の祖母の不法を知らされていたため、お立ち台では、今日のホームランは祖母に捧げたいと涙を拭いながら、コメントした。 その後も主軸としてチームを引っ張りシーズン最終戦の対ソフトバンク戦では4回裏の2点ビハインドの場面で DJ ホールトンからソロ本塁打を放つもこれがチーム最終打点となった最終的には137試合に出場しロッテの岡田隆文と共に育成選手出身の選手として初めて規定打席に到達打率こそ 267と落としたものの、勝負強い打撃で得点圏打率、328を記録。本塁打と打点は、昨年を上回る18本塁打、リーグ3位で、チームトップ、66打点、リーグ9位を記録した。その一方で、守備面では三塁手として13失策を喫した。また、対ロッテ戦は打率、341.5本塁打、13打点と、 活躍した一方で、対ソフトバンク戦は打率、190と、やや苦闘した。も前年同様に7番、三塁手として開幕戦に、先発出場。4月28日の対埼玉西部ライオンズ、戦から4試合連続本塁打を放ち、この間4月30日の対西部戦で、エンリケ・ゴンザレスから、さよなら本塁打。翌5月1日の対ロッテ戦で、 矢蓋康彦から逆転サヨナラ本塁打を放ち、2011年の中日、平田良介以来史上を9人目となる2試合連続、サヨナラ本塁打を記録した。T 岡田の戦線離脱、後藤高村の不審もあって、3番や5番を任されることもあった。シーズン全体の成績としては、前年より少し下回って打率。264.10本塁打、55打点に、 止まったが、リーグ最多の31二塁打を放ち、10月3日の対ロッテ戦でも、延長10回裏に、シーズン3度目のサヨナラ打を打つなど得点圏打率は、301を記録した。2は、1軍と2軍で選手を頻繁に入れ替えるほど苦し、チーム事情の下で、チーム単独トップの142試合に出場。開幕こそ八番、3塁手で迎えるが、その後は主に五番。 交流戦前後に、糸井義雄が不調に陥った際には入れ替わる形で3番に入った。その後、糸井の復調で再び5番として起用されたが、最後に出場した10月8日の楽天戦は、契約期間の満了によって、韓国に戻っていた、リオハルに代わって、来日後初の4番打者に起用。シーズンを通じて、チームを支えた。しかし、シーズン終了直後には、 球団側から提示される契約の条件次第で他球団へ移籍する可能性を示唆。結局、残留をめぐる交渉で代理人と球団側が合意に至らなかったため、同様の事情を抱える理と共に12月1日工事の契約保者名簿から外れた。2013年12月21日に横浜 DNA ベイスターズが2年契約でバルディリスを獲得したことを発表。 阪神、オリックス時代に続いて、背番号52をつけることも決まったため、背番号52で入団発表に臨んでいた、新人外野手、関根大輝は、背番号を63に変更した。2は、公式戦の開幕から、主に6番、三塁手として、スタメンに起用。移籍後初めて4番打者として出場した5月10日の、ヤクルト戦、横浜では、 7回裏の第3打席でチーム唯一の安打を呼び立てなる2点本塁打を放ってチームを全身の対応ホエールズ時代からの横浜スタジアム主催試合通算戦勝達成に導いた。キューバを代表する二塁手のユリエスキ・グリエルが入団した6月以降公式戦ではグリエルを三塁チームリーダーの石川雄洋を二塁に起用するチーム方針や一塁を守っていた。 トニブランコの戦線離脱などを背景に一塁主として出場することもあった。シーズン2さんでは一軍公式百1 3 9試合に出場。17本塁打、52打点、打率、255を記録した。2は開幕前にグリエルが退団したことから、グリエルの抜けた打線で開幕から6番打者を任された。5月27日の対オリックスバファローズ戦。 横浜では、同球団時代のチームメイトだった、塚原翔平から7回に放った、同点ソロ本塁打で、NPB 全12球団からの本塁打を達成した。一軍公式戦には、前年度と同じく139試合の出場で、13本塁打、56打点、打率、258を記録。この年で2年契約を満了した。しかし、 球団では長距離打者であるジェイミーロ・ロマック・サン・ルイシュの獲得に目途が立ったことを背景にポジションの重なるバルギリスとの契約を更新しないことを11月12日に発表した。2015年12月30日にサムスン・ライオンズと契約したことが球団から発表された。背番号は NPB 時代と同じ52。2016年サムスンでは 故障に悩まされ一軍では44試合にしか出場できず、8月にアキレス腱の手術のため、韓国を去りその後退団した。ギリ固い性格で練習にも真面目に取り組む。阪神時代には外国人選手でありながら、広し、広しという日本人風の愛称がメディアやファンに定着していた。この愛称はバルディリスという名前では長くて、 練習や試合では呼びにくいなどの理由で、当時コーチだった山脇浩二がつけたものである。オリックス時代には、大引き刑事が在籍していた2012年まで、チームが勝利した直後に、マウンド上で、大引け、坂口とハイジャンプハイタッチを披露していた。大引けによれば、このパフォーマンスは、バルギリスが提案したものであった。DNA への移籍後には、ライオンの殺虫剤シリーズ、 バルさんの五感や功能にちなんで、一軍監督の中畑清などから、バルさんと呼ばれている。この縁から、2014年5月9日には、DNA 球団、ライオンの両者が、障害者、高齢者に対する DNA の本拠地、横浜スタジアムへの共同招待企画を発表。同日の対ヤクルト戦以降の DNA 球団主催、全試合で、 バルギリス本来のポジションである三類の守備を間近に望める三がワイキサイティングシート内の4席をバルサンシート優先招待席として指定するとともにシートの年間契約量に相当する金額を社会福祉法人横浜市社会福祉協議会に寄付することを明らかにした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。